ここにいるヌーブ君に食われることに成功したら、チャンネル登録高評価よろしくね。チャンネル登録高評価ありがとう。ごきげんよう、トコボンドです。さあ今回はあおちゃんさんに作ってもらったお正月タコボンド T シャツを着てやっていこうと思います。うわ、このタコを飛ばしてみたいね。太陽まで届きそうだな。てかさっきから気になってたんだけど、あれはなんだ？でかいね、このヌーブくん。口開けてるよ。で、まずはここで、なんか無料のチーズバーガーがあるね。よし、もらっとこう。さ、これでどうなったんだ？あ、ここになんか、チーズバーガーが流れてきた。これ工場になってたんだね。来た来た、出来たてのチーズバーガーだ。よーし、お、拾えた。で、拾ったチーズバーガーを、ここに乗る。乗るとどうなるんだ？あ、チーズバーガーが流れて、ヌーブくんが食べたね。ちょっとお腹が空いてる。いや、まだお腹空いてんのか。これ口の中どうなって、うえぇわ、なんだ顔ぶっ飛んだんだけど、一瞬で出てきたね。タコボンドは美味しいけど、もう絶対に食べないでね、ヌーブくん。よし、お、遊んでる間になんかチーズバーガーめっちゃ溜まってんだけど。よーし、拾って。ヌーブくんに食べさせてあげよう。よいしょっと。お、いいね。一個ずつ流れてる。で、食べれば食べるほど、お金ね、稼げるから、チーズバーガー2買ってみよう。よいしょ。3も買えたね。よし。で、おお、これ、新しいチーズバーガーが流れるようになったかな。いや、でも見た目は一緒だね。量が増えたってことなのかな。ちょっとこの工場の中入れないかな。中の方が気になるんだけどね。隙間から。この隙間からは無理か。てか、ここのボタンの場所、全部食べ物なんだね。めちゃくちゃ種類あるんだけど。よし、とりあえず、チーズバーガーもう一個買って。さあ、これで、チーズバーガー大量生産してきたね。あと、タコからもらったお年玉で、食べ物2倍を買いましょう。よし、これ買ったからには、もうめちゃくちゃやり込むからね。よいしょ、チーズバーガー回収。そしてここに、よし、ヌーブくんにあげて。よし、サーバー全体を食べられると思う。いや、サーバーは食べないで、ヌーブくん。じゃあ次の場所を買っていきましょう。次、ピザの切れ。何これ、ピザの切れって。え、ピザなのかな？よし、ちょっと工場の様子見てみよう。ピザが？あ、流れてきたピザだ。うおー、早くヌーブくんにあげてみたいな。じゃあもう一個ピザ取って。よーし、じゃあヌーブくんにあげてみよう。さあ、ピザ、食べれるかな？なんだ？野菜はある？冗談だよ。いや、野菜もしっかり食べなさいよ、ヌーブくん。さあ、ピザ開始。よいしょ。そしてまたヌーブくんにあげてと。あれなんだ？ヌーブくんに餌をやる。いや、ご飯じゃなくて餌だったんだね。で、ここで今まであげた、この食べ物の数が見れるんだね。チーズバーガー200個以上。え、もっと早く食べないのかな？食べ物溜まってきたんだけど。あ、この辺買うと、食べるスピードが上がるのかな？いや、どれもこれも高いね。一番安くて、ま、1500ぐらい貯めないといけないのか。よし、じゃあとにかく、ヌーブくんに餌をあげまくって、よし、お金も稼いでこう。よいしょ、さ、食べるんだ。さあ、ついに、1500、貯めてきました。よし、ちなみに、ヌーブくんの餌は、チーズバーガー600、ピザ180ぐらいあるね。めっちゃ溜まってきたよ。よし、じゃあ、ここ買っていこう。そこで食べるスピードがアップするよ。そうだ。おお、確かに。ちょっと速くなってるね。うわ、いいね、いいね。よっしゃ、行くぞー。わーやばいやばい。タコボンドは食べないでよ。でも、これやりたくなっちゃうんだよね。じゃあ、次のチーズバーガー。お、2切れ買えたね。で、さらに、次。フライドポテト。これも買えるね。よっしゃ。これ、フライドポテトも出てくるようになったかな。てか、めっちゃ溜まってんだけど。やばいやばい。拾っとかないと。そして、あれ？待て待て。あ、来たー！フライドポテトも来たー！いや、
もマクドナルドだね。よっしゃー。いやー、チーズバーガーにピザ、フライドポテト、太る食べ物ばっかだなー、ヌブくん。今とにかく食わせて育てていこう。さあじゃあ次の食べ物、ホットドッグ。うおー、これも美味しそうだねー。脂肪が溜まりまくるね、これ。よいしょー。さあ、ホットドッグ食うかな。どれだ？あ、これか、来た来た。うおー。え、なになに？これちょっとやらないでいこう。さあ、ホットドッグ、うおー。美味しくはなさそうだね。いや、でもこれは、ヌーブくんにあげよう。よーし、僕はね、食べないけど、全部ヌーブくんにあげちゃうから大丈夫、ヌーブくん。顔どうした？ヌーブくん。ちょっと苦しそうだったけど、これは夢の現実だ。なんだなんだ、夢のような現実ってこと？確かにこんな食べれるのは夢のような感じだね。でもこれはね、現実なんだよ、ヌーブくん。よーし、じゃあ次も買ってきましょう。よいしょ、よいしょ。さあちょっとね、全体的に見てみると、うわー、上の方に、なんか食べ物が生まれてる。こんな仕組みになってたのか。食べ物が生まれて、一箇所に集められるってことね。いやもう雑に作られてるね、この食べ物たち。僕は食べないけど、全部ヌーブくんにあげよう。よっしゃ、これ。最後のホットドッグも買って。さあ、次。次はパイだね。うわ、これもまた。ちょっと太りそうだよね。太る食べ物しか出てこないな。とは、お、パイも出てきたよ。うわ、これも。美味しくはなさそうだね。全部ヌーブくんにあげちゃおう。よし、さらにね、お金も貯めてきたんで。よいしょ、まずヌーブくんにご飯や餌をあげてと。さあ、新しい食べ物、クッキー。ちょっとちっちゃくなったね、サイズが。まあ、ヌーブくんにとっては、クッキーは別腹だよね。よいしょ、いや、めちゃくちゃ増えてきたな、食べ物。さあ、クッキーはどれだ？あ、これか。チョコチップクッキーね。いや、普通のクッキーより太りそうだな。さてさて。うおー、同時に流れる食べ物の数も増えてきたね。よし。まあ、これだけ貯めたら、次のスピードアップも、あ、変えるね。あれ？あ、桁が一つ多かった。650銭だね。いや、まだスピードアップ変えないのか。てか、めっちゃ溜まってるし。ちょっとこれは、忙しくなってきたよ。常にご飯を拾っとかないといけないからね。よいしょ。そしてヌーブくんにあげる。そしてさらにクッキー買って大量生産しといて。次、宇宙サンドイッチ。え、なにこれ？宇宙人が作ったサンドイッチってこと？これはお腹に溜まるだろうな。どれだ、宇宙サンドイッチ。え、これ？え、この白いのなのかな？これパイの裏側だよね。え、どれだ？あ、これかな？食パンのサンドイッチってこのね。お、これだ。食パンで作ったサンドイッチか。よいしょー。うおー、さあ、ヌーブくん、全部食べるんだ。お腹いっぱいにはならないだろうね、ヌーブくんなら。よいしょー。よし、さらに貯めてきました。よいしょー。ヌーブくん、やったーって言ってるよ。まだまだ食べさせてあげるからね。さあ、次はケーキ。うわぁ、増えてきたよ、数も。やばいやばい。めっちゃ増えてるんだけど、ここも。よし、ケーキはどれだ？早くケーキも食べさせてあげたいな、ヌーブくんに。いや、もう数が多すぎて、どれがケーキかわかんないけど、これかな。おぉ、まあ、小さめのケーキなんだね。よいしょー。いや、でっかいサイズじゃなくてよかったね、ヌーブくん。よし、さらにね、じゃあケーキをもう一つ、買えるかな？よし、買っといてと。さあ、拾って、じゃ、ちょっとね、向こうの方も行ってみようかな。向こうになんか、オービーって書かれてるんだよね。これもしかしてクリアすると？え、何かボーナスがつくのかな？ここか。おー。え、ガチャとかもあるね。え、この卵ガチャはなんだ？あれ？何も表示足りない。これまだできないのかな？とりあえず、じゃあまずは、イージーオービーからやってみよう。お、いいよ。もちろん、イージーなんで。これは脳みせやってけよ。ちょっと待って、お腹すきそうだな、このオービーやってるだけで。ハンバーガー食べたくなっちゃうよ。いやでも今集中しないといけないのは、このオービー。オッケー、クリアしました。
さあ、これで、なんだ?なんかボーナスついたかな?あ、多分お金がちょっと増えたね。よいしょー、いいよいいよ。いや、それにしても、すごい数だな。ここからの目線だと、自分が食ってるみたいだね。食べすぎー。よし、さらにじゃあ貯めてきたんで、次のスピードアップも買っていきましょう。きっとこれ、早い早い。食うスピードめっちゃ速くなってる。あ、いいねいいね。いくぞー、やっほーい。いや、スピードアップしたら、これやりたくなるんだよね。お、今の見てた?今の吹っ飛び方。え、待って待って。ね、聞いてんだけど、今の見てた?無視されたからもういいや。あと矢印が出てるんだけど、これなんだ?リバースゾウ。え、ちょっとこれ気になるな。よし、じゃあお金ために来たんで、リバースゾウ買いましょう。来たー!でかい!これがリバースゾウかー。これもう食いしん坊の神だねー。誕生してしまったが。ちょっとこれやってみよう。どうなるんだ?え?リボーン。しちゃった。あれ?もしかして?わー!全部消えてるー。え、はいかいいえとかあるのかと思ったけど。まさかのやり直し?一からになっちゃったんだけど。いやもう仕方ない。こうなったら、オービーやって。なんかもらっとこう。よっしゃ、行くぞー。さあ、ちなみになんか宝石ももらえたんだけどね。これついにガチャもできるようになったんじゃないかな?いや、まだここなんもないね。アップデートで来るのかな、ここ。よし、とりあえず、ハードオービーやっていきましょう。よいしょー。ちょっとこれ距離があるね。よし、うまくね、このチーズのところを掴んで、ジャンプしていこう。いいよ。よいしょー、チーズー。チーズを信じて、ジャンプ、オッケー。心のチーズが応援してくれてる。いいよ。みんなも高評価して、応援してね。オッケーさ、みんなの高評価の力で、なんとかクリアできました。よーし、さ、これで、お、なんかお金もめっちゃ稼げたんだけど。よし、これもう、最初から買いまくるよね。オッケー。まだまだお金あるよ。ここ、よいしょー。うおー。さ、なんとかね。リセットされる前のところまで進めてきました。よし、さあもっと食うんだ。まだまだ食べさせてあげたいね。じゃあ次、新しい食べ物。え、なにこれはちょっとやめとこう。デト、スパケット。なにこれ?てかもうこの辺から一つ一つ高いんだよね。よし、まだ振っても二つ買えた。さあ、これスパゲッティってことなのかな?よいしょー、おー。もうちょっと目を離してたら、めっちゃ餌が溜まるんだよね。さあ、ちなみにデトスパゲットってなんだ?いやもう餌が多すぎて、どれがどれかよくわからないね。おー、流れる食べ物の量も増えてきたね。すごい工場になってきた。よいしょ。よーし、さらにね、お金も食べてきたんで。さあ、次。缶オブビーンズ。何それ?え、缶に入った食べ物ってことなのかな?え、缶が出てくるってこと?まさか缶ごと食うの?ヌブくん。よし、もう拾っといて。どれだ、缶。あ、今拾ったね。缶2になってる。よし、ヌブくんにあげてみよう。よいしょっと。おお、食べるね、ヌブくん。止まらないね。じゃあ次の食べ物買っていきましょう。チョコレートバー。チョコ来たか、ここで。さあ、チョコどれだ?いやもう食べ物多すぎて、どれがチョコかよくわからないね。てか、ものすごい量が降ってきてんだけど。よし。ヌーブくんに全部あげちゃおう。てか、なんか誰か来たね。え、高物知ってる人なのかな?タイトココくん。いや、なんかすごい箱かぶってるね。まあ、箱好きなんだろうね。さあ、とりあえず全部拾って、全部あげて。さあ、次。ドーナツ。ついに来たか、ドーナツ。食べすぎでしょう、ヌーブくん。いや、もっと早くって言ってるよ。まだまだ食べるの?いや、これでもすごいスピードで食べてんだけどね。もっとあげないと、ヌーブくんのために。ヌーブくん。いつになったらお腹いっぱいになるんだ?
いや、限界ないのか、モヌーブくん。いやー。いや、なんかここ、家みたいで最高だね。でも、ヌーブくん、僕のことは絶対食べないでね。さあ、なんとかね、160M ぐらい貯めたんで、さあ、次の食べ物を買いましょう。プロキシ、コーラ。飲み物だね。よし、初めての飲み物を。てか、この辺からもう一つ一つがめっちゃ高いんだよね。あと、ここにある、このタコ。タコも買いたかったなぁ。タコ食べさせてあげたかったんだけどね。もちろん僕の頭に乗ってるタコはダメだよ。食べる用のタコじゃないからね。さあ、ちなみに、ここの看板見てみるとね、プレイ時間が載ってるんだけど、いや、もう1時間超えました。1時間プレイしても、まだまだ解放してない食べ物めっちゃあるね。いや、全部やりたかったんだけど、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ最後に、ヌーブくんの口の中に入っていこう。よし、ヌーブくん、行くよ。よいしょー。うわー。あれ？なんかおかしいぞ。タコー！タコがいなくなったー。ヌーブくんにタコの力を奪われてしまったんで、今日はこの辺で終わります。じゃあね。